今回の単語はこちらです。どちらが正解かわかりますでしょうか。正解は動詞作用する、影響を及ぼすのアフェクトが入ります。アフェクトと結果効果という意味のエフェクトは、見ての通り初めの A と E の違いなので発音も似ていて、もちろん同じ語源で意味も関係しています。例えば風邪をひいている人が咳をする行為がアフェクトで、その風邪のウイルスを受けて高熱頭痛を発症することがエフェクトになります。アフェクトのアは前置詞アットと同じ要素で、何々に向けてという意味があります。一方エフェクトのイはエグジットなどと同じで、外に出るを意味します。だから人に向けて咳をすると、それを受けた人は熱が出るという関係になりますね。ちなみにウイルスが口や鼻から入るはインフェクトと言います。全部まとめると、アフェクトが咳をする、インフェクトがウイルスが入ってくる、そしてエフェクトが熱が出るといった関係に当てはまります。今回は以上です。ではまた次回。